スズメバチ仮面ヒロポン参上。皆さん、ここにね、ミツバチちゃんがね、ものすごい勢いで、あーやだ、アタックされた、頭に、危ない、危ない、おーちゃんさん、危ないです、これ。ミツバチさん、ミツバチさん、ここ巣作ってますよね、おーちゃんさん。作っとるね、これ。作ってますな、これ。絶対この中に巣あるだろ。出てきた。かわいい。かわいいけど、かわいいですね、これ。あんま近づくとキレられるぞ。もう刺されてもいいです、こんなラブリーな。でも刺されるのはいいんですけど、刺しちゃうと、一回刺しちゃうと死んじゃうんですよね、この子たち。それな。もう一回刺すと鍵がついてて、あれなんですよ、皮膚に針が残って内臓ごと抜けてしまうから、ね、そう、内臓がもう産卵管が発達したものですから、それが抜けると、まあ、内臓が剥がれて死んじゃうんですよ。それがかわいそうだな。あ、一匹かぶしてる、かわいい。しかすごいね、これ天然物ですからね、この巣は。天然物ですね。しかも日本ミツバチ、日本に天然のほんまもんのミツバチの巣。西洋ミツバチとは大違いですよ。うわ、もう色が全然違いますもんね、白いし、うん、ちょっと黒、ね、白黒って感じで。日本ミツバチと西洋ミツバチはなんか黄色っぽいようなオレンジみたいな色してるじゃないですか、うん、日本ミツバチは白黒で地味なんですよ、うん、地味だね。おーい、おい、バカやめろ、怒ってくる。ミツバチの皆さん元気ですか？かわいそうですけど、かわいいですから。もうちょっと巣に帰れなくて困ってブンブン飛んでる子がいますね、周りで。後ろから刺されるぞ、その。危ない。これ秋になったらスズメバチに襲われそうだな、この。そうですね、ちょっと待ってみますか、また、ね、また秋に来てみますか。それまでちょっと頑張って存続してほしいな、この。そうですね、ちょっと農薬とかに買ってほしいです ね。農薬とかに買ってもらって、でスズメバチも なんとか撃退してもらって。そうですね、戦って冬まで生き延びてほしいね。あ、西洋じゃないよな、日本だよな。これ日本ミツバチだろ。わかんないですけど、うん、多分日本ミツバチ。多分この色は、この色は日本ミツバチだよ。やめろ、頑張って頑張って、秋まで頑張ってということで、まあ、頑張りたまえ頑張りたまえ。じゃあバイ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 。